Marisa. あなただったの。ひょっとして心配させちゃった？ああ、ちょっとね。なんとなくノルドの時と同じような感じだったからさ。そっか。 情けないわね。家から独立しようとしてるのに、こんなことで心が乱れるなんて。しかしすごいな、この夜景は。子供の頃からこんな光景をずっと目にしてきたのか。まあ、そうね。おじい様と父様と母様。 父様が亡くなってからはシャロンが来てくれて、この夜景はいつも家族で見ていたものだわ。家族との光景か。俺にとってのユミルの山々と同じようなものみたいだな。<笑>そうでしょうね。でもおじい様はこの町からいなくなってしまって、 今は私もシャロンもいなくなって、母様が一人きりで暮らしている。そう考えるとなんだか胸が張り裂けそうなくらい切なくなってしまったの。どうしてそこまでって。そっか。やっぱり お母さんのことを怒っているわけじゃないんだな。<笑>腹が立ってたのは確かだけど、でも私だったら耐えられない。家族も大切な人も誰もいない状況で仕事にだけ没頭して生きていくなんて。 技師だった父が生きていた頃は決してあんな風じゃなかった。優秀なキャリアウーマンだけど、ユーモアがあって思いやりもある、そんなあったかい人だったの。でも父が亡くなって母はすっかり変わってしまった。 取りつかれたように仕事に没頭して、陰ではおじいさまの実権を奪って RF グループの会長となって。でも私が知る限り、母が贅沢しているところなんて見たことがないわ。会食以外だと栄養バーで食事を済ませようとしてシャロンにたしなめられる、そんな人なの。 だから怖いのよ。どうしてそこまでって。アリサはいい子だな。何をいきなり。いつもいつもそうやって人のことを気にかけているだろ。たとえ相手に怒っていても思いやらずにはいられない。 最初の頃の俺に対しても、ラウラやフィーの時も、妹のことだって俺をちゃんとたしなめてくれたしな。ミリアムのことだって何気に気を配ってくれただろ。みんな感謝してると思う。多分俺が一番だろうけど。あ。 今ルールで起きている水面下の動きはアリサの故郷でもあるし、イリーナさんも関係している可能性が高いんだろ。だから俺たち7組としても動きを探ってみないか。でも実習の課題もあるし、そんなことまでする余裕は。依頼を片付けながらでいい。できる範囲で構わないだろう。
俺だけじゃない。みんな同じ気持ちみたいだ。フィーもエリオットもマキアスもクローだって気にかけていた。だったら俺たちは俺たちの判断で実習活動として行っていけばいい。これまでと同じように。リーン、わかった。ありがとうは言わないわ。シャロンは口が固いから聞き出せないとは思うけど、私は私でルーレにいる知り合いに心当たりがないか聞いてみるわ。この時間ならまだ通信で連絡しても大丈夫だと思うし。ああ、そちらは頼むよ。明日の朝依頼を受け取ったらみんなで方針を話し合おう。うん、それじゃあ早速通信で聞いてみるわね。一つ忠告。あんな風に女の子の頭を軽々しく撫でるもんじゃないわ。貴族とか平民に関係なく帝国男子としてどうかと思うわよ。ああ、確かにそうかもな。ごめん、なんとなく妹によくやってたからというか。ってそうか、エリゼからも同じように突っ込まれてたな。でもやらなかったらそれはそれで白状ですなんて不機嫌になられたし。はあ、本当に妹さんとは意見が合いそうだわ。まあいいわ、また後でね。ああ。よかった、つながりましたか。ミリアムちゃんからナンバーを聞いておいてよかったです。はい、夜分遅くに突然今よろしいです。実はリーンさんにお伝えしたいことがですが、通信では少々触りもあるような、なこれから市外で会って話すのは難しいでしょうか。両方軍が警戒している中、大勢で行動するのは目立つ。それでリーダー格であるあなたに連絡させていただいたんです。ルーレ市上層空中回廊の南側に F というダイニングバーがあります。静かで落ち着け。しまった。やっぱりで、な、
そういや、出るときにシャロンさんに見つからなかったか？うん、気づかれたけど見逃してくれたっぽい。そうか。ほんと何者なんだろう。タイさんの指定ここだっけ？ああ、そのはずだ。すみません、遅れてしまって。大丈夫ですよ。あら、どうも。その成り行きでついてくることになって。構いませんか？ええ、もちろん。リーンさんの護衛と町の様子の確認でしょうか？私のこと結構知ってる。情報局方面から少々ですが、カウンターに3人はちょっと目立ちますね。奥の席に移動しましょう。Thank you.
この調子。了解よ。一丁派手にぶちかましてやるとするか。言いた通りだ、てめえら。明日は俺たちにとって真の意味での正念場になる。鉄血の首を取る最後にして最大の下ごしらえ。みんな全力を尽くしましょう。行くぞ。制圧を開始する。任せてちょうだい。ああ、そこだ。僕の番だね。ごめん、あとはお願い。真打ち登場ってな。いいとこ見せねえとな。剣道隊、注意してかかろう。はい。チャンスだ。みんな一気に決めるぞ。やっ、合点勝利だ。これが私の切り札だ。行くよ。
終了。
やれやれ、相手をしてやるかね。青き炎これが私のオーバーレベル。行くよ、行くよ。シルフィードがピッチを上がる。私の番だね。やっ、ありがとう。あ、崩れた。やれ、マイル。やっ、アンガブロフ。私の番ね。あ、任せとけ。俺のバトル。あ、任せて。ありがとう。こんなところで行こっか。任せとけ。俺のバッチリチャンスだ。任せてちょうだい。任せて。これが私。あ、崩れた。やり、おっしゃ。おらよ、行くぞ。あ、任せて。しまらねえな。俺の番だな。これが俺の番だな。はっ、なんだちょっとピンチかな。はっ、お返し。まだやれる。青き炎いざ、八王が一刀。
うしている間にも鉄鉱山の人たちが。フィーバータイムだ。行くぞ。おじゃ任せろよ。私の勝ち。私の番ね。私の勝ち。マイ。おっしゃ。レン。私が危険度低下。テロリストがこのまま鉄鉱山を爆破でもしやがったら。俺の番だ。おっしゃ。崩れた。私の番だ。俺の番だ。おっしゃ。チャンスよ。さあみんなで決めろよ。ガッカリ。戦闘終了。やばいのがいるな。気をつけろ。手強いぞ。行こっか。気をつけ。俺の番だ。任せたところよ。任せてちょ。させるか。油断したかな。おっしゃ。崩れたぞ。もらった。任せてちょ。チャンスよ。気ありだぜ。おっしゃ。ありがとう。任せてちょうだい。今だわ。気ありだぜ。おっしゃ。私の番ね。行こう。みんな。部長も
よう、やっぱり来やがった。ああ、サイドカーの試運転も兼ねてだけどね。思ったよりも調子が良くて、7時間でルーレンに到着できたよ。乗り心地に関しては、次の課題かな。たく、相変わらずマイペースな奴らだぜ。さすがにトアは来なかったか。あ、代わりに各方面の情報収集に当たってくれている。何かあったらリアルタイムでこちらに連絡があるはずさ。そいつは頼もしいな。話が見えないんですけど。どうやら僕たちとは別の事情で動き、ひょっとして前に言っていた気がかりですか。ああ、前から疑ってはいたが、現実となってしまったようだ。確か第一製作所の取締役は、ああ、ハイデル・ログナー、王子にあたる人物さ。どうやらお互い情報交換をした方が良さそうだね。一旦場所を移そうか。失礼します。いえ、それは当然でしょ。あれだけの出来事が起こっている最中ですから。もっとも、忙しそうな割には当然の義務を果たしていないみたいだけど。お嬢様、ザクセン鉄鉱山の行員はラインフォルトの人間でもあるわ。そして鉄鉱山を封鎖している両方軍はまるで動こうとはせず、その抗議はログナー公にしたの？
グループとしてはまだよ。第一製作所のハイデル取締役は一応要請したみたいだけど。この後に及んで彼の第一製作所がこの数年莫大な鉄鉱石をどこかに横流ししていたこと、気づいていないとはさすがに言わせないわよ。当然気づいてるわ。コントロールできなかったのは正直私の落ち度でもあるのは確か。でも今回のテロが仕組まれて起こされたことだとするならば、グループとしてログナー校に抗議して何の意味があるのかしら。それは今回の件がどうなろうと然るべき保証は必要でしょう。万が一鉱山が爆破されたりしたら今後の対応も考える必要もある。もはやラインフォルトは世界企業、クロスベル方面も視野に入れた株価対策もする必要があるのね。確かにラインフォルトがくしゃみをしたら凄まじい数の人間が風邪をひきそうだな。そう、 RF グループは RF グループの会長には会長の果たすべき役割がある。両方軍にしても鉄道憲兵隊にしても、極限すればテロリストだって己の役割を果たすべく動いている。それが世の中というものよ。それであなたたちは一体どんな役割を果たそうというのかしら。分かったら帰りなさい。おそらく軍需工場以外は市内に被害は及ばないでしょう。いくつか依頼も追加するから、それを今日はこなすといいわ。そしてこんな状況でもあるし、アスナーさんにはルーレを立ちなさい。理事として許可します。それは できないわ。だって私はもう同じことを繰り返したくないから。え？今まで私はずっと目を背けてきた。おじい様が会長を追われた時も、父様が亡くなって母様が仕事に没頭し始めた時から、そして母様がグループを途方もなく大きくし続けた間も、でも士官学院に入って世の様々な理不尽を知って、それでも私たちは諦めずに少しずつ前に進めたと思う。それがこの半年私たちが手に入れたものだわ。アリサ。そうだね。だから私はもう目をそらさずに言うわ。母様の娘として
家族として、何よりもラインフォルトを幼い頃から見続けた者として、母様、あなたのやり方はやっぱり間違ってるって。お嬢様間違っているというからには当然正しい道を示せるということね。もちろんよ。でもそれを示すには私もまだまだ経験が足りない。だから士官学院卒業までに何らかの道を示すことを誓うわ。いずれ母様の後を継ぐその可能性がある人間として。ヒュー、およそ幼稚で勢いだけの発言だけど、まあ今のあなたが紡げる言葉としては上出来でしょう。母様、シャロン、例のもの。かしこまりました。お嬢様、これをどうぞ。これは何かのカード？それはカードキーよ。鉄鉱山に通じている非常連絡道への扉を開く。それってそんなものがあるんですか？先代会長が建造したルーレ市から直通している非常用の連絡通路よ。都市上層にある整備室から地下に降りたところに存在するわ。そこを通れば両方軍の封鎖を越えて鉱山内に侵入できる。お礼は言わないわ。現時点での私が見極めた最善と思える道、それを行動で示してみせる。失礼します、イリーナ会長。今までの実習も生かして必ずや無事に戻ってきます。どうか安心してください。どなたも素晴らしい成長ぶりですね。お嬢様のことも素直に認めて差し上げたらよろしいですのに。まだまだよ。いずれ私の後を継ぐなら覚悟を示してくれないとね。さてと、役者はすべて揃ったわ。あなたにはもう一
俺の番だ。私の番だ。俺の番だ。参る。私の番だ。参る。俺の番だな。喧嘩を売る相手を。私の番だ。おっしゃ、来いよ。私の番だね。行こっか、チャンス。行くぞ、今だ。今のは悪くない。チャンス。私の番だ。任せ。行くぞ、参る。行こっか。俺の番だ。来いよ。たまにはいいとこ見せね。そういえば、こちらの先生、私のバカ。マイ、おっしゃ、今だ。ここだ、行くよ。私のバカ。行くぞ。見てだ、八王がいい。こちらの、おっしゃ、来いよ。マイ、行こっか。私のバカ、今だ。ま、俺らの敵じゃなかったな。結構歩いたけど、どこまで来たんだろう。うん、チャンスだ。俺の番だ。行こっか。おっしゃ、行くよ。行こっか。崩れた。俺の番だ。私の。私の危険度低下 V だ。こちら、マイル。私の番だ。俺の番だ。マイル、行こっか。俺の番だ。任せとく。マイル、我が道を行く。ただと終了。さっきから随分と曲がりくねってやがるな。うん、ひょっとしたら。チャンスだ。たまい。行こっか。待たせとけ。おいよ、行くよ。行こっか。崩れた。まい、チャンスだ。何、今の。ああ、眼福眼福。あ、アンジェリカさん。冗談だよ。怒った顔も可愛いね。たく、この女だけは。
行こっか。っ俺の番だな。おっしゃ行くよ。あ、足崩れた。じゃ一気に決めよう。まだ行け。ミッションコンプリートだね。やはりガレリの要素。チャンマイ、チャンス。はい。あ、俺の番。私の番。私の番。行くぞ。任せた。たまにはいい。戦闘終了。チャンス。マイ。行こっか。任せとけ。行くよ。行こっか。行くぞ。任せとけ。行くよ。おやすみ、子猫ちゃんたち。私の番だ。行くぞ。おっしゃ。行くよ。行こっか。崩れた。今の。ああ、行くよ。俺の番だ。私の番。おっしゃ。喧嘩を売る相手。せい。せい。チャンス。お。おっしゃ。よ。行くぞ。せい。私の番。今だ。気を抜かない。お。させるか。お返し。任せとけって。これ、ありがとう。俺の番だ。行くよ。行こっか。まだで。お、おっしゃ。およ。マイ。
行くよ。行こっか。クリア。さっさと片付けよう。私の番だね。俺の番だな。行くよ。俺の番だな。私の任せとけ。よ、マイル。マイル。任せとけ。私は崩した。気ありだべ。ほら、任せとけって。私の。行くぞ。ほら、お返しだ。したかな。俺の番だな。ありがとう。私の。崩した。気ありだべ。俺の番だな。今だ。ここだ。行くよ。はい。行くぞ。やれやれ。参ったね。あ、任せて。はっ。任せてください。俺の番だ。あ。行くよ。俺の番だ。行くぞ。この手で道を切り開く。
行くぞ。どっからでもかかってきな。俺の番来るよ。私の番は行こっか。崩れた。しかり、これで終わり。俺の番だな。この手で道を切り開く。マイク、チェイクアウト。行こっか。俺の番だよ。行くよ。崩した。気ありだぜ。私の番だ。俺の番だ。お返し。俺の番だよ。行こっか。行くよ。崩した。気ありだぜ。俺の番だ。見たら、八尾が行っちゃ。おっしゃ、行くよ。行くよ。行こっか。行くぞ。見たら、八尾が一丁。
行き止まり？いや、少し手前に上に登るはしごがあったはずだ。探してみましょう。タタセイタハ。うん、ここを登ればさらに奥。良さそうな宝箱だ。チャンスよ、行きましょう。俺の番だな。私の番だね。参る。今だ。もらえた。任せてちょうだい。行こっか。行くぞ。参る。任せてちょうだい。今だな。もう。お宝見っけ。敵発見。ない。これでよし。またしてもてめえらが現れるとはな。帝国解放戦線。この男が待ってたか。噂のテロリスト君たちか。どうやら私たちの侵入にとっくに気づいていたようだね。おお、両方軍の封鎖なんざ別に当てにはしてねえからな。鉄道憲兵隊が来ても迎え撃てる体制にはしているぜ。ま、お前らごときだったら俺たちだけでも十分すぎるがな。言ってくれる。気をつけろ、この男。ガレリア要塞の時はナイトハルト教官がいたからなんとか撃退できたけど。やっと思い出した。傭兵団アルンガルム、そのシルフィード、お前さんが活躍する頃には亡くなっちまってたんだがな。団長に聞いたことがある。何度か戦場でやり合った好敵手たちがいたって。へへ、かの傭兵王にそんな風に言ってもらえるとは光栄の極みだな。遅まきながら悔やみを。尊敬できる男だったぜ。ありがとう。あなたたち、どうしてこの鉄鉱山を。貴族派とは協力していても一枚岩ではなさそうだし、この鉄鉱山に何かあったら帝国そのものが危ないのよ。まあそうなんだけどよ、これも必要な作戦なのさ。あのクソったれな鉄血野郎ぶっ殺すためにはな。なんでそんなに。どうしてオズボーン最初はそこまで憎むんだ。
最小殿の領土拡張主義と鉄道網拡充政策か。まあそれ以外にもいろいろだ。ギデオンの旦那は譲れない思想的な理由から、スカーレットのやつは鉄道を強引に通されたせいで故郷をなくしたって聞いてるしな。そうだったの。彼女にはそんな事情が。そして俺はまあただの逆恨みってやつだ。だからといってやめるつもりはさらさらねえんだけどな。それじゃあ行くぜ、構造ども。このバルカンの炎にあっさり飲み込まれちまないよ。来る。7組 A 班、アンジェリカさん。ああ。お前たちの炎見せてもらおうじゃねえか。行くぞ。青き炎、我が剣に。これだ。うお、バカ。ガッ。行くよ、ほら。うお、おのれ。しびれちまいな。あ、くそ。任せて。やるね。だったら手加減は無用と行くぜ。行こっか。うお、俺の番だな。やっ、私の番だね。任せてちょうだい。クライナー、マイ。
私の番長、私の番ね。跡形もなく吹き飛ばしてやるぜ。デストラクト、キャラマン。やれやれ、したかな。参ったね。まだやれる。助かったよ。私の番ね。ヒュン、ありがとう。青き炎、うわ、行くよ。抜かったか。先に進みましょう。よし、やっ。最高に楽しませてやるからよ。こいつ相変わらず全然隙がない。でもそのマスクは。君は一体何者だ。他の幹部たちと違ってどうして仮面を取らない。恥ずかしがり屋というだけさ。それとも君が無理やり剥ぎ取ってくれるのかな。公爵家息女アンゼリカ・ログナー城。恐ろしい使い手です。全力で当たりましょう。その方が良さそうだね。 いくらなんでも僕たち全員が相手なら。ああ、サラ教官だって圧倒できるはずだ。さすがに少々分が悪いか。これくらいは許してもらうぞ。あ、え、結社という組織の。こんな隠し玉まで持っていたのか。ホールズ士官学院特化クラス7組の面々、結社から2ヶ月、どれほど成長したか見せてもらうぞ。示すがいい、お前たちの力と意志を。行くぞ。これが行くぞ。はっ、これはどうかな。私の番だね。行くよ。
せて。マイル。行こっか。俺の番だ。私の番だね。はっ。ありがとう。行くよ。それ。ありがとう。私の番だね。行くよ。それ。ありがとう。お返し。私の番だね。はっ。任せてちょうだい。助かったよ。あ、任せて。行くよ。俺の番だ。
ありがとう。え、
私の番だね。行こっか。俺の番だ。チャンスだ。ライン、私の番ね。みんな頑張って。ありがとう。助かったよ。行くよ。これはどうかな。ファイル。はっ、行くぞ。私の番だね。
させるか。行くぞ。なんのこれしき。みんな頑張って。ありがとう。助かったよ青木。行くよワイル。子ちゃんたち。よし、100体。やるな。どうだ。あの時の借り、ちょっとは返せた。いい加減観念して。行員たちはあの上だ。全員縛ってはいるが。命に。本当か。さっきの男もそう言ってたけど。それで君は、まさかこのまま失礼なんて虫のいいことを考えていないだろうね。そのまさかだ。いけない、フェイクだ。しまった。遅い。女神様。大丈夫、音と光だけ。なんてうかつさだ。仲間たちの後を追ったのかしら。この音は。これは。全員射撃開始。今のは。まさか。みんな伏せて。Thank you.
いつからザクセン鉄鉱山が公爵家のものになったのかな。この声はまさか。ウリバルト殿下、ナイスタイミング。クローニ、ジョロジュ先輩も。よかった、無事だったか。おう、そっちこそな。しかし、とんでもねえことになったな。ああ、さすがに予想外の結末だね。あれがテロ組織が所有していた最後の飛行艇か。それより状況を整理しよう。そちらの士官学院生たちの行動の正当性は私が保証する。依存はないかな。殿下、はあ、よさらに鉱山所有者である皇族アルノール家の名のもとに、この場の全ては私が預かる。諸君は速やかに撤退を。鉄道憲兵隊の諸君は私の指揮下に入ってもらうぞ。イエス、マイロード。そしてその後の事態収拾は驚くほど進む。オリバルト王子の指揮下、鉄道憲兵隊は忠実に職務を果たし、残されていた人形兵器は駆逐され、行員たちも無事。しかし事件がもたらした余波はそれだけでは済みそうになかった。両方軍は明らかにテロリストたちの行動を黙認するかのように動き、貴族派が牛耳る第一製作所による鉄鉱石の横流しの証拠も。しかし状況証拠は限りなく黒に近く、オリバルト王子はイリーナ会長の全面協力を受ける形で、やはり命はなし。超長距離狙撃用の対物動力ライフルですわね。どうやらラインフォルト社のライフルではなさ。はい、おそらく例の工房かと。赤い星座といい、最近大人気のようですわね。ええ、ゆゆしき事態ですけれど。シャロン・クルーガーさん、あなたとは一度お話ししたいと思っていました。ちなみにあなたの雇い主はどこまで関与しているのですか。それはどちらの雇い主を指しているのでしょうか。
もちろん両方です。すみません、どうやら相当し損ねていたようですね。先ほどの質問ですが、イリーナ会長の方は何？無論今回の事態を最大限に利用されるでしょうが。でしょうね。そしてもう一方は、今はまだですけれど。明日も期待してるわ。もう少し頑張ってほしかったわね。